京都立花高等学校吹奏楽部12月9日の夜9時頃に台湾に到着しました。私は12月10日の早朝までホテルにチェックインしませんでした。夜が明けてすぐに高速鉄道で南下し高尾へ向かいました。タイムズアベニューでの午後のパフォーマンスの準備をし、今日のニュースによると、報道によると文化協会、私たちは台北花海上工業と特別に協力する準備をしました。オレンジをテーマに、タンジェリン高校吹奏楽部代表、均一な色を黄色で補い、太陽のような若々しく元気なイメージを表現し、立花の高校時代の制服をバージョン化したお土産として、中には数百年の歴史が今も残っています。花海上工業の平和のお守り、オレンジ色の悪魔に任せてください。この恵みを台湾から日本へ持ち帰り、そして高速鉄道で高尾へ向かう途中、立花大学の教職員、学生に届けました。オレンジ高校の教師と生徒は一目でそれを認識しました。小さな神様の服の色、ユニフォームの独特なオレンジカラーをテーマにしています。立花大学の教職員や学生の心をその場でつかみ、彼らはそれを手放すことができず、お土産として写真を撮るために小さな魔法の服を手に取りました。かわいい。文化連盟も次のように述べています。友達が日本から来ました。台湾人の熱意を見せなければなりません。小さな真意と平和のお守りを通して、一緒にこの旅に同行し、彼らを守り、高雄市政府も準備を進めている。水速パフとオレンジの特製スパークリングドリンク、車の中に置いておく高尾の熱意を感じます。